黒石がブルアカとコラボしたら大変なことになったということで、こんにちは、斉藤直樹です。今回は、クモフのお店さんからお話をいただきまして、大人気スマホゲーム、ブルーアーカイブのグッズイラストを描かせていただきたいと思います。ブルーアーカイブ、すごく大人気でね、ツイッターでもファンアートが流れてこない日はないっていうぐらい、目にすることが多いですよね。最近だと、トキちゃん、アリスちゃんのイラストがすごくバズっていて、流れてくるたびにね、ちょっとドキドキしちゃうんですよね。でも、ちょっと待って。ブルアカって僕のイメージだと、ちょっとこう、はっきりとは言えないんですが、ちょっと独特な透明感があるというか、なんかちょっとそういう感じのイメージがあるんですよね。これ、依頼先僕で合ってるんですかね？ちょっと不安になってきたな。ちょっとね、念のためですね、依頼をしてくださった方に電話で確認してみようかな。ちょっと、電話してみます。もしもし、お世話になってます。YouTuber イラストレーターの斉藤直樹です。お世話になります。株式会社フェルマークモフのお店の脇山と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この度はイラストのご依頼をいただきありがとうございます。いえ、こちらこそ受けていただきありがとうございます。ありがとうございます。ただいまですね、依頼のメールを拝見しまして、一応確認のお電話を差し上げているんですけども、担当直入に申しますとですね、ご依頼のイラストのイメージが、いつも描いている僕のテイストのイラストと、若干ちょっと違うような感じがしてですね、ブルーアーカイブってその独特な透明感というか、いろいろな意味で透き通ってる感じがあると思うんですけど、その透明感の方向性ってどんな感じをイメージしてますでしょうか？あ、そうですよね。あれですよね。斉藤先生に依頼するテイストで合っているかってことですよね。あ、そうです、そうです。僕にできることだったらもちろんね、やりたいんですけど、うまく表現できるかなってちょっと不安になっちゃって、一応確認のお電話を差し上げたっていう感じです。ああ、かしこまりました。ありがとうございます。はい、そしたら、全くそのあたり、懸念されていることを、はい、問題なく、100% 合っている方向性のイラストで考えておりますので、ご安心ください。はい。そうですね。はい。まあ、今回なんですけど、透明感がありつつも、元気で明るいという、キャラクターを選ばせていただいてまして、で、そちらの、まあ、4キャラいるんですけれども、まあ、そのイラストを新規で書き下ろしていただければという、お願いになっております。あ、わかりました。僕の表現で 100% 頑張らさせていただきます。変なこと聞いちゃって本当にごめんなさい。あ、いえ、ちょっと私もですね、今回コラボ先がブルーアーカイブっていうところですね。キャラによっては、どんな方向になるかっていうのは、はい、確かに懸念されるかなと思ったんですけれども、今回選ばせていただいたのは、ゲーム開発部という、はい、4名のキャラクターがいるんですが、すべてとても可愛らしい感じ、元気で明るい感じっていうところをですね、表現していただきたかったので、まあ、やっぱり斉藤直樹先生のイラストのイメージで、もう完全にいつも通りの、イメージで描いていただければバッチリだなと思っておりまして、今回依頼させていただきます。なりますので。あ、わかりました。頑張ります。よろしくお願いします。はい、とても楽しみにしております。ありがとうございます。はい、ということで、失礼しました。間違いじゃなかったみたいですね。心配しすぎました。もうそうと決まればね、もう描きたくてうずうずしてますから、早速イラストの制作を進めていきます。それでは早速、行ってみましょう。はい、今回は4人のキャラクターをご依頼いただいたのですが、最初はこのアリスちゃんというキャラクターを描いていきたいと思います。アリスちゃん、見た目からもうすでに人気キャラのオーラがビシビシ伝わってくるんですけど、設定も面白くてですね、ちょっと独特な性格と喋り方が特徴です。というのも、喋り口調の中に結構頻繁にレトロゲームの中のお決まりのセリフみたいなのが混じってくるんですよね。人間がここに来たのは数千年ぶりだな。なんだかこんなセリフを言ってみたくなりました。とかね、どこかで聞いたようなセリフをたまに挟み込んでくるような不思議なキャラクターです。なんかね、ミステリアスで惹かれますよね。もう好き。最初はざっくりと楽な線でキャラクター全体の当たりを取っていきますね。画面を引き気味にして線と線をつなげずに全体を見渡しながら描いていくのがラフを描くときのコツでしょうか。だいたい全体像が見えてきたら迷わずグレーを全体に塗って客観的に見ておかしくないかどうかをこの時点で確かめちゃいます。特にスマホゲームってユーザーがすごく目が肥えている場合が多くてですね、ちょっとしたデッサンの崩れやバランスの違いにも敏感なファンがたくさんいますので、そのあたりはね、非常に慎重に進める部分ですね。特にね、ブルアカはファンがたくさんいますから、楽しみにしている人たちの期待は裏切れないですからね。
はい、全体にグレーを塗ったらここからガシガシ細部を描き込んでいきます。特にブルアカのキャラクターは衣装デザインがすごく凝っていて、可愛いデザインが散りばめられているので描いていてすごく楽しいですね。このアリスちゃんが羽織っている大きめな上着のデザインもめちゃくちゃかっこかわいいですよね。それと特徴的なのが、なんといってもこの床にまで届くような髪の毛でしょうか。これね、本当に床にまで届いているぐらいの長い髪の毛なんですが、この髪の毛の印象もあってすごく神秘的な見た目をしていますよね。アリスちゃん、髪の毛の流れをシンプルに表すようにところどころ線を入れていきますね。今回は桃井、緑、ゆず、そしてアリスの4人を描いていくんですが、この4人の中でもアリスちゃんは一番長身ということなので、スラッとした長い足も強く意識しながら描いていきます。可愛くなってきましたよ。あとはなんといってもこの後ろに背負っている巨大な武器、これがアリスちゃんの一番の特徴でしょうか。これね、なんとレールガンなんですよね。いやアリスちゃん可愛い顔してめちゃめちゃ物騒すぎでしょう。レールガン携帯している女子高生、僕見たことないですよ。こういうメカメカしいアイテムは特に構造感とかパースが大事なので、ラフの時点でしっかりと形を取っていくのが重要です。ラフの時にめんどくさいからといって後で描こうとかね、サボって後回しにすると後から大変な目に遭いますのでね。そういう目に過去何度も会ってきて懲りてますので、僕この段階でしっかり描き込みを行っていきますね。もうね、仕事のイラストの時は特にそうなんですが、ラフの状態で7割ぐらい完成させちゃうのがいいです。そうするとクライアントさんにとってもね、このイラストどうなんのかな、楽しみだけどちゃんと描いてくれるのかちょっと心配だなってね、悪い意味でドキドキさせずに安心感を持っていただけるので、そういう進行の仕方を心がけていますね。はい、ここからは線画と下塗りを進めていきましょう。ブルアカの線は僕がいつも描いている線と比べてちょっと細めで綺麗で滑らかな線が特徴的な気がしますので、気持ち細めの線で描いていこうと思っています。もうね、ラフの時点でかなり詳細に描き込んで形もある程度整えてありますので、下書きを透かしながらなるべく綺麗になぞっていく感じで線画を仕上げていきますね。ブルーアーカイブ、僕は今回初めてゲーム画面を見たんですが、いやー正直言ってかなりね驚きました。というのもゲームの中のアニメーション表現がめちゃめちゃすごいんですよね。はい、見てください、キャラクターすごく動くでしょ。超可愛くないですか。思わずね見入っちゃいました。あとね、ブルアカの世界では銃をスマホのように携帯している世界観らしくてね、銃撃戦が日常茶飯事ということです。なんか通学中に銃撃戦始まっちゃって遅刻しちゃったよみたいにね、軽いノリで紫外線が始まっちゃうみたいなんですよね。通学中もうかうかしてらんないですよね。とはいえそんなに暗い世界観ではなくて、むしろ明るい雰囲気で愛や友情を描いていくストーリーということなので、アニメーションの可愛さも相まって今回ねすごく興味が惹かれました。はい、線画がある程度できたので設定に沿って下塗りを施していきましょう。色をのせると一気に完成に近づいた感じがしますよね。さてここからは仕上げをしていきますね。ブルーアーカイブの着彩はどことなく透明感があって素敵な雰囲気だなって思っていたんですが、調べてみるとブルアカ塗りってファンの間では呼ばれているみたいですね。僕的にブルアカ塗りのポイントは、影色にちょっと青みだったり紫色がかった反射光を入れて透き通ったような印象を作り上げるところだと思います。あと髪の毛の毛先にかけて薄くグラデーションをかけていってるのもブルアカならではの清潔感のある軽い印象を作り上げるのに役立っていますね。はい、そんなことを考慮しながら薄紫っぽい影、そして髪の毛のツヤツヤしたハイライトを追加していきつつ、最終的に滑らかに見えるように線画を整えていきます。はい、ここまで来るとかなり細かい作業ですが、こういう細かい処理って結構重要なんですよね。はい、こんな感じでアリスちゃんは完成です。どうでしょう、透明感がありつつもさあ行こうってね、ゲームの世界に興味津々飛び込んでいくような好奇心いっぱいのアリスちゃんの表情が描けたのではないでしょうか。さあ続いて桃井ちゃん、みどりちゃん、ゆずちゃんの3人も描いていきましょう。ここは同時に見せていきますね。桃井、みどり、ゆず、そしてアリスの4人はミレニアムサイエンススクールっていう最先端技術の研究を理念に掲げるすごく優秀な生徒の集まるような学校の生徒なんですが、そんな優秀な学校の中でも一風変わったサークル、ゲーム開発部っていう
楽しく独創的なゲームを作る4人なんですよね。シナリオライターを目指す桃井、桃井が作るストーリーに彩りを添えるイラストレーターの緑、そして2人が作ったものをゲームに実装するプログラマーのゆず、そして偶然に廃墟で出会って一緒に行動するようになったアリス、この4人がね、これね、めちゃめちゃ好きなイラストなのでぜひ見てほしいんですが、こういうねレトロチックなゲーム開発の部室でね、一緒にわちゃわちゃ活動を共にしているんですよね。これね、とてもワクワクしますよね。はい、アリスに加えて桃井、緑、ゆずの3人のイラストも完成しました。いやー、どうでしょう、結構3人とも元気で華やかな感じに出来上がったと思います。あ、でもどうだろう、ゆずちゃんちょっと足見えすぎたかな、ちょっとね透明感ありすぎますかね。僕、奥さんに見つかって怒られたりしないかな、若干ドキドキするんですが、ま、大丈夫でしょう。いやー、しかしちょっと透明感ありすぎたかな、なんかちょっと大変なことになってきたぞ。はい、ここからはこの4人を1枚のイラストに合体させてグッズイラストのサイズで背景も載せていきたいと思います。最後の仕上げ頑張るぞ。はい、ということでね、こんな感じで4人を同じ画面に配置してみました。こうして並べるとね、壮観ですよね。まずは全体的な背景を描く前に小物を描いていきたいと思います。各キャラクターにあげると喜ぶプレゼントがあるので、それをねそれぞれのキャラクターの近くに描いていこうと思いますね。桃井ちゃんはこんな感じのゲーム機、桃井ちゃんはねちょっとレトロチックなゲーム機好きなんですね。そしてアリスちゃんはゲーム雑誌、表紙のデザインもしっかりと描いていきましょう。みどりちゃんは小さなポーチですね。なんかこのキャラすごく可愛くて気になりますよね。ちょっと昔のゲームに登場しそうな敵キャラっぽいデザインです。そしてそしてゆずちゃんはこれは何だろう、なんかの回復キットでしょうか。これまたゲーム内に登場しそうなアイテムですよね。やっぱりね、ゲーム開発部だけあってみんなゲームにちなんだアイテムをあげると喜ぶみたいです。そしてここから背景を描いていきましょう。背景もゲーム開発部っていうイメージに合わせてドット絵っぽいゲーム背景をイメージした感じにしていこうと思います。カクカクっとしたドット絵のシルエットを作りながら電脳空間を描き表していきましょう。色は各キャラクターのイメージカラーをベースにグラデーションさせていきますね。最後にゲームの世界で蹴散らした敵キャラを散りばめていきつつ、イラスト全体を丁寧に整えていったら、はい、プロ石がブルアカとコラボしたら大変なことになった、桃井、緑、ゆず、アリスのグッズイラスト完成です。いかがでしょうか。まあね、人数が多かった分その分ね時間がかかりましたが、元気で華やかなイラストに仕上げられたと思います。はい、そしてそして今描いたイラストを使ったグッズが出来上がりました。じゃじゃん。はい、こちらが特大のマウスパッドになります。マウスパッドってこれ僕が知ってるマウスパッドの大きさじゃないんですけど、これすごくない、これめちゃくちゃでかっ。これマウスパッドどころか机全部覆い隠すぐらいの勢いですよね。これなんかもうマウスパッドとしても使えますけど、これなんならもうカードゲームのプレイマットとしても使えないですか。これなんかもういろいろ使い回せそうな大きさですよね、これ。はい、机の上に広げてみましたが、ほらめちゃめちゃいい感じじゃないですか。こちらはクモフのお店さんから先日予約販売が開始されておりまして、他にもキーボードや特大ブランケットなど素敵なブルアカコラボデバイスが盛りだくさんあるようです。かわいい、欲しいと思った方はぜひぜひ概要欄をチェックしてみてくださいね。そしてなんと後日僕が絡んだツイッターキャンペーンも開催予定ですので、ツイッターの方も登録&通知オンにして楽しみにお待ちくださいませ。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。